皆さん、鏡餅ではなく桃餅でした。恥ずかしい。出れないですね。どうでしょうか。皆さんのリポートを見て、私もちょっと鏡餅のね、かぶり物をしていました。あ、そうですよね。ちょっと頑張ってかぶっていたので一瞬無言になっちゃったんですけれども、青原鏡餅です。ね、これかぶるっていうのを決めていたんですけど、どういう反応でいこうかなって考えながら、先ほど時間過ぎていって、結局正解は見つからず、ちょっとまごまごしています。ね、これちょっと意外とね、こう幅があるので、そうなんですよ、バランスが難しくてですね、うん、油断すると落っこちてしましょう。ごめんなさい、動揺しています。落っこちてしまいそうなんですよ。大正解ですか。ありがとうございます。ね、これどこで買えるんですかね。初めて見ました。うん、皆さんの年越し準備リポートをご紹介していたんですけれども、そういった空ミッション、現在アプリの方で、ね、開催されているということで、皆さんにご紹介していきます。31日の18時までですかね、開催されていますので、ぜひご参加お待ちしております。以上、鏡餅でした。こんばんは。21時30分を回りました。ここからもウェザーニュースライブも山岸愛理が担当します。よろしくお願いします。一部媒体の皆さんにはダイキンプレゼンツ、ダイキン空気予報をご覧いただきました。さて、ここでお知らせなんですが、現在ウェザーニュースの YouTube チャンネルご視聴いただいている方、なんとですね、これまでやってきた企画の再放送があるということで、見てみましょうかね。現在、今もまだやっているのかな、はい、たこ揚げをですね、お正月にやっていたんですけれども、再放送ということでプレミア公開中となっています。木田さん木田さんと、もう今となっては懐かしく感じる朝のゆいちゃんですね。この時朝麺だったので、ゆいちゃんもこのたこ揚げの企画やっているんですけれども、これ実はね、私ウェザーニュースの YouTube で、やるよっていうのをサムネ見て、え、ゆいちゃんってまた来年やるのって思ったんですよ。これ再放送だったんですね。え、やるんだって思ったら、過去のものだそうで、まあでもこれね、覚えてますよ。だからゆいちゃんがね、こうちょっとこう切れ気味でね、うん、あれがなんかまたね、良かったですよね。ちょっとこう切れ気味のゆいちゃんが見られるところがまた楽しいポイント。この食べる木田さんっていうのもかなり貴重ですね。楽しそうだな、改めて楽しそうですね。まあ、ぜひね、鏡餅食べてるの多分ね、これ肉まんじゃないかと思いますね。確かにお正月だから、なんか餅みたいに見えるかもしれないんですけども、多分肉まんを食べてるんじゃないかなと思います。懐かしいですね、タコ揚げ。いつタコ揚げるの。まあ、でもこれ確かね、なんか足りなかったんですよね、パーツがね。そう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 、それでこうゆいちゃんがちょっとみたいなシーンが、あれがね、こうかなり名場面として私も覚えているんですけれども、まあ、ぜひね、この後も、ご視聴いただければと思います。鏡餅、いや、木田さんが召し上がってるのは肉まんだと思います。うん、確かにね、お正月だとね、そう見えますよね、なんかね、はい、あ、こんなとこに正面だと本当に何か分かんないんですよね。さっきちょっとお話ししていたももちゃんがつけてたよっていう、これね、スタジオにありましたね。可愛いですね、これ欲しかったんですよ。私も思ったよりモフモフしていて、とっても可愛くて、やっぱり買おうかな。かぶり物とか大好きでいっぱい持ってるんですけれどもね、まあ、ぜひ過去の放送もお楽しみいただければと思います。